カンバセーション、盗聴は、1974年制作のアメリカ映画。フランシス・フォード・コッポラ監督、制作、脚本作品。ジーン・ハックマン主演。殺人計画に巻き込まれた、盗聴のエキスパートの心理的恐怖を描いた作品。サスペンス映画の傑作として高く評価されている。サンフランシスコ在住のハリー・コールは、通信傍受の権威で、 自らのプライバシーの保持に異常に気を使っているが、ために孤独な私生活を送っており、彼とより親密な交際を求める恋人とも別れるはめになってしまう。そんな彼にとって唯一の心の支えは、厳重に外部から隔離された自室で、ジャズの調べに合わせてサクソフォンを演奏することだった。ハリーは、ある日、 大企業の取締役からの依頼を受けて雑踏にまみれたユニオンスクエアで密会する若い男女二人組の会話を登場する。一見すると他愛のない世間話に見えた二人の会話だがそこに不審なものを感じたハリーは依頼人の補佐役に対し録音したテープの受け渡しを拒否する。依頼人のオフィスからの帰り道にハリーは公園で登場したカップルに遭遇する。 例の二人組は、実はその会社に勤めていた社員であり、女の方は依頼人の妻だったのだ。映画冒頭の登場シーンの舞台となった、サンフランシスコのユニオンスクエア映画の構想自体は、監督のフランシス・フォード・コッポラが1960年代中盤から温めていたものである。コッポラによれば、脚本執筆のきっかけとなったのは、 映画監督のアービン・カーシュナーとの会話であるという。カーシュナーと登場について話し合っているとき、その技術や専門家に興味を示したコッポラに、カーシュナーが登場の第一人者である、ハルリップセットについての資料を送ったのが始まりである。リップセットのような実在の登場のプロフェッショナルたちの話のほか、ミケランジェル・アントニオ・オニ監督作品の欲望や、 ヘルマン・ヘッセの、荒野の狼といった創作者の、コッポラの脚本執筆のモチーフになった。ただし当時のコッポラは、映画監督としてまだ駆け出しの存在であり、自分の望んだ映画を撮れる立場ではなかったので、制作は見送られることになった。その後、1972年に公開された。 ゴッドファーザーの圧倒的な成功で監督としての名声と潤沢な撮影資金を得たコッポラが満を持たして制作に取り掛かることになった。撮影前の段階でコッポラはゴッドファーザーでドンコルレオーネを演じたマーロン・ブランドを主役のハリー・コール役に起用しようとしていた。しかしブランドはコッポラからのオファーを拒絶、代わりに フレンチコネクションでブレイクしたジーン・ハックマンが出演することになった。ハリーの複雑な人格を見事に演じ切ったハックマンの演技は高く評価されている。本作品でハックマンは1974年度のナショナルボード・オブ・レビュー賞主演団優勝を受賞した。国会室でハリーの残下を聞き入れるカトリックの神父を ジーン・ハックマンの実刑リチャード・ハックマンが演じている。リチャードは他にも、ハリーを取り押さえる、警備員としても出演している。ただし、どちらの役も、映画のスタッフロールにクレジットされない派役である。ロバート・デュバルが、ハリーに登場を依頼する、取締役として、亀を出演しているほか、下積み時代のハリソン・フォードが、その補佐役として登場している。 映画の撮影は1972年の11月26日から開始された。ゴッドファーザー制作の時のように、コッポラの監督としての能力に不信感を持った映画会社の重役たちからの成長はなかったものの、撮影中にコッポラは精神的にも物理的にも様々な困難に対処する必要に迫られた。脚本は一応完成していたものの、 コッポラはその出来に不満を感じており、映画の幕切れに関して最後まで頭を悩ませることになった。コッポラは当初撮影監督にハスケルウェクスラーを起用していたが、途中で意見が対立したためウェクスラーを解雇し、代わりに雨の中の女で撮影を担当したビルバトラーを呼び戻した。そのため撮影が困難だった冒頭のユニオンスクエアのシーン以外を破棄し、 再度一から撮り直すことになった。映画の大半はロケーション撮影であったため、撮影費用を節約することはできたが、その代償として、照明や音響、場所の確保等の技術的問題が多く生じることになった。制作期間の後半は、コッポラ本人がゴッドファーザーパート2の撮影準備で忙しかったので、映画の音響を担当したウォルター・マーチが、 編集作業ににも携わることになった映画のエンディングを現在の形にするようにコッポラに助言したのはマーチであったとされる。マーチの映画制作における貢献は絶大であり、映画評論家のピーター・コービーは彼のことを本作品の共同制作者とまで呼んでいる。映画撮影は1973年の3月に終わり、それから1年以上の編集期間を経て、 1974年4月7日に公開された。本作品の制作費は180万ドルと、当時のハリウッド製対策映画と比べて控えめなものであったが、工業成績が振るわず結局制作費を回収することはできなかった。工業的には今一つだったものの、批評家たちは本作品を完成度の高いスリラーとして称賛。 コッポラの監督としての評価をさらに高めることになった。コッポラも後にインタビューで、本作品のことを彼のキャリアの中で最も好きな映画だと述べている。その理由は、本作品が、ゴッドファーザーや、地獄の目視録といった原作付きの映画と違い、コッポラ自身が書き上げた脚本に基づいた個人的なものだからだという。カンバセーション、登場。 その工業的失敗にもかかわらず、多くの批評家たちから優れたサスペンス映画だとして、称賛された。公開当時、タイムやニューズウィーク、ニューヨークタイムズといった権威あるマスコミが本作品について、好意的なレビューを掲載した。特にバラエティ誌の批評家は本作品のことを、現時点における、コッポラの最も完璧で、 最も自信に満ち溢れ、最も価値のある映画であると絶賛した。それらの好意的な評価の反面、ジョン・サイモンのようにこの映画を批判する者もいた。辛口な批評家として知られるサイモンは、エスクアイア氏に掲載したレビューで、作中で、盗聴のエキスパートとして描写されている、主人公が、何度も見えすいた罠にはまるという本作品の筋書きを、 不自然でありそうもないことだと指摘した。本作品は、コッポラの他の監督作品である、ゴッドファーザーや、地獄の目視録ほど、一般的な知名度は高くないものの、現在では、多くのコッポラ研究家や、映画評論家たちから、彼のキャリアを代表する傑作だとして高く評価、されている。ジョエル・シュマッカーやゴア・バービンスキーといった、映画監督たちも、 好きな映画作品のリストにこの作品を含めている。ピーター・コーィーは、その著書、コッポラの中で、コッポラの制作した作品の中で、この作品ほど熱情が込められた作品はないと評価した。コーィーはまた、映画のラストシーンで実質に仕掛けられた、盗聴器を発見するために部屋中を徹底的に破壊したハリーが、 おそらくその中に盗聴器が仕掛けられていると疑いながらもサクソフォンだけを破壊しなかったのは彼がその楽器の醸し出す音楽に夢と希望、罪の許しを求めていたからであると述べた。ロジャー・イーバートはシカゴ・サンタイムズに掲載したレビューで本作品のことを簡潔にまとまった知的なスリラーであると称賛した。作品のモチーフについてイーバートは 主人公、ハリー・コールの、基本的に悪人ではなく、自らの仕事を遂行しようとしているが、その仕事に勤する、罪悪感と悪評に苛まされる姿は、ウォーターゲート事件やベトナム戦争がもたらした、後遺症に苦しむ、当時のアメリカ合衆国の宿図であると指摘している。1995年には、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。 1974年のカンヌ国際映画祭では最高賞であるグランプリを受賞。同年度のアカデミー賞において作品賞と脚本賞、録音賞の3部門にノミネートされるが、同じコッポラ監督、脚本作品であるゴッドファーザーパート2に阻まれ受賞には至らなかった。ありがとうございます。